こんにちはテンバーーアカデミー堀秀です、えー、今日はダイソーの、シドニーのダイソーのね、えー、セントラルのお店に行ってきました。まあ、セントラルっていうね、えーまあ、大学なんかがあって、結構賑やかなところ、まあ、その中のショッピングセンターのね、1階がスーパードライ、2階ダイソーと、まあ、かなり大きな店舗で、えー、家賃相当高いだろうと。 いうような場所でね、えー、ダイソーがあります。で、まあ、売れてるね、ね、えー、ダイソーと検索して出て売れてる商品、あるいはね、まあ、eBay なんかでも売れてるんで、売れてるだろうという商品が、まあ、店内でほとんど見当たらないですね。で、まあ、売り切れてんのかな。ね、でもね、えー、まあ、会員さんと一緒に行ったんですけど、先週もなかったってことで、まあ、店員さんに聞いてみたらね、 ああ、それね。ってまあ、えー、入ると3日で売り切れちゃうんだよねっていう話でした。で、あ,あそんな早いのと。ね。えー、この棚全部ね、上に、えー、ドンと乗っけるんだけど、入るとね、3日で売り切れると。いや、3日って早すぎだろうっていうか、もっと入れりゃいいじゃんと思ったんですけど、まあ、たくさん入るんだけど、えー、3日で買うと。3日で売り切れると、まあ。なぜかというと、 結構な割合の人は、ebay で転売するために仕入れてるということでしたね。えー、ダイソーはまあ2ドル80セントなんですけど、えー、ebay で売ると、まあ10ドル以上で売れると。でまあ10ドル以上っていうかね、えー、送料も当然かかるんで、まあだいたい6倍の18ドル、送料入れるとね18ドル。まあ えー、商品10ドルプラス送料8ドルとかね。あるいは、えー、商品が、えー、8ドルプラス、えー、送料の 12, 12ドルとかいう人もいるし、まあ送料10ドルっていう人もいるし、まあ、9ドル9ドルっていう人もいるし、まあ何しろかにしろ、まあ結構なね、えー、勢いで買ってって、まあそれを ebay で売って小遣い稼ぎにしてる、えー、人が結構いると。まあ何しろ大学が近いんでね。まあ大学が近いっていうか目の前と、えー、目の前に大学があってね。 えー、もう本当に目の前の大学からこのダイソーがよく見えてるんでまあその辺でバイトするよりは、えー、ダイソーで買ったもん ebay で売ったがも儲かるということでまあダイソーが仕入れる場所になってるんでしょうねでまあ ebay で6倍で売れるという商品がね Amazon で同じ値段で売って売れないわけがないとまあ、なぜなら ebay の場合はね、えー、買った後どんな早く届けてもらってもまあ 5日とか1週間ね、えー、かかるわけなんですけど、まあ、ダイソーだとね、まあ、シドニーみたいな都市部に住んでる場合は、まあ、2、3日で届くという状態になってますんでね、まあ、アマゾンが売れないのはおかしいと,、まああえー、と、カタログをちゃんと作れば売れます。で、まあ、オーストラリアに住んでる人、まあ、あるいはね、えー、オーストラリアに住んでなくて、まあ、日本で仕入れてやってる人も共通なんですけど、まあ オーストラーアマゾンで商品を販売する3つの方法としては、まず、アマゾンでランキングがついている商品を売ると。ね、これはもうランキングないってことは、まあ、カタログが悪いのかなんか分かんないですけど、何しろね、どうすれば売れるかっていうのを、うん、分かるのはなかなか難しいと。だったらね、ランキングがついている商品を売った方が手っ取り早いです。次に、eBay で売れてるけど、アマゾンにカタログがない商品のカタログを作って売ると。まあ、この時もね、 えー、適当なカタログじゃなくて、この単語で検索してるなとか、この写真なら一発でこの商品が、まあ、えー、ちゃんと届くって分かるだろうなというようなね、カタログを作んなきゃいけないです。これはね、えー、アメリカ、アマゾンだといらない心配なんですけど、オーストラリアの今のシステムだとそれをやんないと売れないです。そして3番目に、eBay では売れてるけど、アマゾンのカタログの出来が悪い商品のカタログを作り直してくると。ね まあ、明らかにこれ商品は分からないだろうとかね、えーこの、この単語だと引っかかってこないんじゃないかなっていうようなのがありますんでね、えー、その場合にはカタログを作り直しておると。まあ、一番目はね、えー、何金があるもの乗っかるだけなんで簡単なんですけど、まあ、二番、三番はね、えー、コツというか、まあ、どこを修正すればいいのかとかね、えー、始め慣れるまでは、えー、分かりにくいと思うんで、まあこ、この、この商品ね、 このカタログで何で売れないんでしょうとか、まあ、この制約でどんなカタログにしましょうとかいうのをね、まあ、お気軽にご質問ください。な、まあ、何しろね、まあ、ダイソー商品ライバルも多いしいまいちかなというふうに思ったんですけど、まあ、3日で売れるという勢いとね、えー、それ ebay で売ってるっていうのを考えると ebay、まあ、で売れてる商品をね a z o n で売って儲けるっていうのはアメリカでもねきっ、えー 結構長い期間通用した手法なんで、まあ、これオーストラリアでできないわけがないと。システムが多少出来悪かったとしても、えー、と販売システムが多少出来悪かったとしても、もう FBI は稼働してるわけですしね、えー、カタログをきちんと作れば、えーまあ、ちゃんと商品を見つけてもらう形にはできますんで、ま,あ、まずは、えー、この売れてる商品探し。 アマゾンで探す。アマゾンで見つからなかったら ebay で探す。あ、これ ebay ってもちろんオーストラリアの ebay ですね。オーストラリアの ebay で探すという形でね、まあ、商品見つけて、えー、販売していくというのをね、まず取っかかりにして、えー、やっていきましょう。またご質問等お待ちしてます。以上、デバーアカデミー堀秀夫でした。